Now, ladies and gentlemen, FMW proudly presents Natsuhiro no Nanshi Opening Ceremony, the Sexy Mizuki Fashion Show! Entry number one, Kori Akari, C size wa 78, 53, 85 no slender body. 趣味はピアノ、バイオリン、絵画とプロレスのリングには全く似合わないお嬢様。好きなレスラーはなぜか冬木行動。エントリーナンバー2、相川友、スリーサイズはウェイから82、58、85。このスリムなボディーライン、そしてフェロモンたっぷりのムードにおじさんはフラフラ状態。趣味はカラオケ、テニス、水泳。彼女の好きなレスラーもこれまたおじさん、冬木行動。Entry number three, 松田泉子、3サイズは84、60、85。168センチのこの体で水泳、ボディーボードとマリンスポーツ大好きな彼女。マリンスポーツで鍛え上げた彼女の見事なボディ、彼女の好きなレスラーもこれまた冬木行動。All right, entry number four.杉木ゆきえ、3サイズは86、59、85、もう文句なしのスーパーボディ。彼女の趣味はジャズダンス、そしてなんと剣道三段の腕前。彼女の好きなレスラーももちろん冬木行動。そしてラストのエントリーはエントリーナンバー5、杉作 J 太郎、3サイズは100、100、100。37歳のアクティブな彼の趣味はなんとポルノ集め。暑くて眠れない夜はこのキュートな笑顔でもっと暑くなりましょう。好きなレスラーはハヤブサ。皆さんいかがだったでしょうか。 FMW セクシー水着ファッションショー。Gentlemen, get ready for today's opening performance. Ricky Fuji presents Sexy Storm, Natsuhiro no Nanshi version, featuring the sexiest, hottest rock and roll band of the century, Alphex with Ricky Fuji. When I walk out on the beach, every girl looks at me. I know I'm sexy. I got to learn. I know you want me.You wanna kiss me? You can kiss me. Yeah, you can kiss me. 'Cause I'm a champ. Long hair, rock and roll. Whatever you want, you can do anything. If you wanna kiss me, I kiss you anytime. I make you mine. You cannot leave me forever.
When I walk down a beach, every girl look at me. I know that girl just, I got to love. I know you want me, you wanna stay with me. So stay with me, yeah you can stay with me. Cause I'm a jack, long hair, rock and roll. Whatever you want, you can do anything. If you wanna stay with me, I stay with every night. I make you hard, you cannot dream forever. Jack, Jack, do it. はい、じっくりとですね、先日の後、はい、楽園ホールのお話をですね、はい、あのファンの皆さんも聞きたいと思いますので、はい、じっくりとお話をお伺いしたいと思うんですけれども、ね、ちょっとその前に、はい、今日はあの ご親戚の方ですか。そうですね、新井さんのご親戚の方も見えてるとい。一応あの本部席にいるんですけども、本部席に、あ、はい、メインになります。メイコさん、はい、新井さんにメイコさんいらっしゃったんですか。はぁ、あれかわいい、かわいいんですよ。あ、え、同じ 血筋とは思ってないよ、ま、あら、お名前はカオルコ。え、新井カオルコ。どっかで聞いた、聞いた名前。新井カオルコさんです。あ、今日はメイコさんと一緒に。そうですね、もう本当は今日はもう本当、なんていうんですか、うん、こう見たい人も本当入れないぐらいのもう限定の人数だったんで、本当はファンの方にですね来ていただかなくてはいけないところだったんですけども、ちょっとたまには社長特権もいいかなっていうことで。いやー、社長も一皮向けてきますよ。申し訳ないです。今何やっても OK ですよ、社長は。本当に世間的にもね、ちょっと強気になってきてます。かなり社長特権、もうこれから強行しまくるかもしれません。あ、なるほど。そういうことで。まだお若いんじゃないですか。あ、おいくつなんですか。16です。いや、羨ましいですね。もう可愛くてしょうがないって感じですね。可愛いですね。じゃあ早速、今日はトークショーという形なんで、後楽園ホール大会のね、はい、ことをちょっとお聞きしたかったんですけれども、まずは、テレビをご覧の皆様にですね、試合の模様をね、はい、まずはちゃんと見ていただきましょうか。はい、当日はですね、新井社長会場入りから、ディレクTVのカメラが密着しておりますんでですね、そちらの方から試合も含めてまずはご覧いただきましょう。現在 FMW マット上で最も注目を集めている新制度の導入、中でもその中核となる FMW の機構への進化が前回のペーパービューとなったこの日、新井社長に新たな災いをもたらした。ここまで散々社長に対して毒づいた冬木がついにノーリスペクトの新機構への参加を表明、正式に調印式の場に姿を現した。ところがあまり細かいことにはごちゃごちゃ言わないんじゃないかなと僕は思いますけど、この黄色のコスチュームはニューフットルースのコスチュームでもあります。ああ、サインします。さすが冬木さんですよ。そうですね、大人ですよね、やっぱりね、この辺はね、まあビジネス、そういった趣も、よく外に押し出す選手であります。まあこれでこれで決まりです。おお、結構有効的です。君ですよね、ちょっと意外な、ね、あれだ、ついに冬木が素人である新井社長に手を出した。そんなのありか、素人ですよ。だって冬木率いるノーリスペクトの社長への仕打ちはまさに極悪非道、暴言を吐かれるわ、土下座をさせられるわ、靴を舐めさせられるわで、挙句の果てに暴行まで加えられ、新井社長はここまでまさに男として、いや人間として与えられるであろう屈辱の全てを与えられ続けてきた。さらに冬木は
こんな要求までをも口にする。それと一瞬じゃな、失踪していた鬼田の復帰戦となったこの日、新たな悲劇が社長を襲う。度重なる暴行の上に、さらに今度は狂気攻撃までをも加えられ、ついに新井社長の堪忍袋の尾が切れた。なんでこんなことまでされなきゃいけないんですか。なんでこんなことまでされなきゃいけないんですか。人間には我慢の限界がありますよ。やってやるよこの野郎、やってやるよ。いい加減にしろよ、やってやるよ。一生一度のお願いです。あいつだ、自分みたいな素人を リングに上がれって、リングに来いって言ってますけど、そうなったら向こうも伊藤連れてこいって。父ちゃん。はい。俺も手伝うよ。ありがとうございます。山が動いた。衝撃のやってやりを発言から、新井社長、いや新井翔一の戦いの日々が始まった。いくら闘志では負けないとはいえ、相手はプロレスラー、さらにノーリスペクトの素人要員はあのクセ者の伊藤剛。勝敗どころか無事に帰還できるかもわからない茨の道の中で、新井は試合まで激しいトレーニングをこなした。そして当日、いかにも新井は普段通りの表情で戦場となる後楽園ホールに現れた。ごめんね、新井さん頑張ってください。 ありがとうございます。おはようございます。よろしくお願いします。どうも、よろしくお願いします。しかしリングの横の通路を通るとき、一瞬その表情がこわばった。ポンと起きないよな。はい、試合前、この試合をサポートする大仁田がトレーニングのコーチを買って出る。大仁田もまた不安を感じるのか、その指導にも熱が入る。よし、はい、ついに来た、この日を迎え、新井の胸には何が去来するのであろうか。75! 75! 76! 77! 78! 79! 80! 10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 0
素人社長レスラーの誕生を一目見ようと、いや一人の男が意地を見せる姿を見るため、この日2150人のファンが後楽園に詰めかけた。会場は超満員札止め、全ての舞台は整った。果たして新井は FMW を守り、あの伝統ともいえる二文字をファンの前に見せることができるのであろうか。この伊藤剛ですよね、やっぱりね。憎たらしい動きを今日もしていますが、新井社長がリングに上がる代わりにもう一人の素人ノーリスペクト伊藤剛もリングインしろという要求を飲んで、今伊藤剛も一緒にリングインしようというところでありますが、まあ、しかし伊藤剛はレフリーですから元、はい、まあそこそこできますよね、やっぱりね、まあ、動きはね、軽快なものありますね、これじゃやっぱり社長君悪いですよね。まあ、それにしてもこれ伊藤剛は大西さんに小手口にやってつけてほしいなって気もするんですけども、絶対やってもらいたいですよ、はい、本日のメインイベントスーパーストリートファイト2000、時間無制限一本勝負を行います。異様な雰囲気に包まれています。まあ大仁田さんも今日はそのつもりで来てるでしょうからね、はい、伊藤剛、さあ
もちろん大ブーイングだ。もうはっきり言って味方は一人もいませんね、この会場に。金村幸宏。さあそして金村、この人はくせ者であります。プレスキュー220バンド中川浩二。最も卑劣な男、裏切り者、中川浩二。プレスキュー220バンド、マッチョバディ冬木コード。今やまさにプロレス界を牛耳る男となってしまいました、冬木コード。赤コーナー220バンド、新井翔一。ゴーロゴーという歓声を聞きなれるでしょうか。ものすごい歓声に包まれています後楽園ホール。さあなんとか新井社長を男にしてほしい。ミスターパーゴー佐々木、そしてミスターポーゴー。今日は気合い乗ってますね、この2人も。はい、大仁田敦史。さあ頼むぜ大仁田隊長。さあまずは攻めていったのは、まずは大仁田から突っかけていった新井社長が気になるところですが、新井さんは今に、おーっと危ない、冬木が襲いかかってくる。おーっと、うまい具合に、うまいフットワークで、おーっと中川が今ね襲いかかるというところ。なんとしてもこれ一丸となった新井社長を乗り越えるという、この大仁田の男気がですね今感じられるわけでありますが、危なかった、危ない、おーっと危ない。いやこれ新井さん下手するときは殺されますんでね、これ。いやー危なかった、危なかった、次から次へと襲いかかっていきます。だからね、あのリングの上ですから、はい、殺人してもこれ罪にならないかもしれませんからね。いやいや、もうちょっと不吉なこと言わないでくださいよ、杉崎さん。合法的に葬るつもりかもしれませんよ、これ。あーっと、危ない危ない、金村に近かった、佐々木助けろ。おーっと、勇気。いや、しかししかしどうでしょう、新井さん、ここまではちょっと軽快なフットワークでかわしてますよ。もう足取り軽いですね。ものすごい大声、もちろんこの2000人を超える大観衆の指定はこの男一点に集まっているわけであります。さあこのカウントダウンによって場外、そして公認競技の使用が認められるわけであります。ストリートファイト2000走りタックマッチ、ついに競技が今リング内に持ち込まれようというところか。おっと、一斗缶重たいと、あー、新井さんの手が砕かれたか。うわ、社長大丈夫か。今伊藤号もやったんですか。すごい音がしました。そして伊藤号のリング上、おーっと、おーっと、いやもちろんそんなね、もう息が上がった。さあ、ほぼやっつけちまえ。おーっと、なんですかこの男。さあ、失敗だ、このフェインター失敗。まああの派手なことしてますけど、全然候補にはやっぱこれ体格差もありますから聞いてない、全く聞いてませんね。やっと社長が危ない、危ない、あー中川に捕まった、中川に捕まった。あーっと社長の悲鳴声、悲鳴が今後楽園ホールにこだましているわけであります。これは危ない、これは危ない、誰か助けに来ないのか今。うわー、大仁田今場外で風景ありやっている。いやもうこれ助けに行かないと、これはちょっとどうなんですかね。あー大仁田は完全に封じてやり合っている。あー伊藤剛も、伊藤剛も忍び寄ってきた。新井さんが、新井社長が今崩れ落ちた。これあのチームのリスペクトの方は逆上下等のセコンドについてますんで、そうですね、これ完全にこれ6対4か7対4かそれぐらいになってますよね。あーなんということか、なんということか、完全にこれ大仁田雰囲気にね、これ相手をさせられているような状況ですね。これそして新井さんはまずいですよ、これもうこうなったら逃げてほしい、こうなったら逃げてほしい。そうですよ、はい、とりあえずはもう殺されないようにしないと。もうとにかくね、これ場外では圧倒的に分が悪いですから。いやー、やっと大仁田が今、やっと大仁田が解放に来た。いやしかしもう凄まじい状況ですね。もうちょっとね、ヒヤヒヤしてこれ見てられませんよ。リング上は伊藤剛と東郷、よしやっつけろ、よしやれ。さあ東郷いけ、あ背後から中川気がついていない、メインが入った後頭部。あーやはりこれストリートファイト現世界王者ですからね、この3人は。あまりにも分が悪いか、ね、おっと、これは興奮蒸気を入れるあのバケツですけれどもね、それを使って、おっと、いやしかしね、ストリートファイターやらせてやっぱり大仁田さんはもう一日の長がありますんでね。そして問題は伊藤剛が交互にエルボーを振らしていく。相変わらず動きがいいですね、伊藤剛は。そして場外、空気、そして大仁田の対象対決が今場外で繰り広げられているが、さあ大仁田が場外でパワーボム。
パイルドライバーが今コンクリートのね床にめり込みましたよ。あーしかしもうなんかスクローラーやってるぞ。これ人数が合わないですね。どうなってんでしょう。さあ3対1の状況になっている天内。あーそしてたまらず佐々木が今ね炎に入ったんですが金村に捕まっている。いやー完全にこの後楽園ホールが無法地帯と化している。あーっと新井さんがどこかに行ってるんですか。新井社長は今ちょっとエプロンでねグロッキーですね。うわ気になるところでありますが、あーっと今カメラが新井さんを捉えました。どっか怪我してるかもしれませんね。男気 T シャツ男気のこの2文字なんとしても今日見せてほしい。新井社長頑張れ。新井さんちょっとおかしいですね。完全に先ほど中川にもう相当長い時間捕まってましたんでね。これあれですよ、精神力がなければもうね真っ当な人間では完全にグロッキーですよ。もうずっとねあそこにいるの危ないですよ。入れ替わり立ち替わり来ますからね、はい、あそこへ選手が。いやもうね新井さん今ちょっと動けないんじゃないですかね。あーっと冬木が手をかけた。いやー降りたがなんとか助けに入ってくる。いやー危ない危ない。あそこで冬木に捕まったらもうこれ新井さんも虫の息というところでしょう。まあ、本田さんには今日もしっかりついててもらいたいですよね。もう常に新井さんの周辺にいてほしいなというのがこれも私たちの願いが届いているか。いやそれにしてもちょっとねヒヤヒヤの連続だ。さあ佐々木、これやっぱり佐々木はですねもう大型折りしてですねもうバッタバッタと不思議のレスラーなり倒してほしいんですけども、ノーリスペクト軍団をね置いていけ。自ら持ち込んだ机によって頭をかち割るのかこの中川浩二。さあ置いていった。しかしあーこれリングがちょっとこうバウンドしますんでね真っ二つには今机は割れませんでしたが、これ逆に効いてますよ。これ効いてますね。もう一発いきますか。まず中川を潰す作戦ですね。そうですよ、ね、そうですよ。まずはうわーすごいものすごい音を立てた。脳天が完全に砕けたような音でしたけれども、まあ、やはりあのチームノーリスペクトの中でも一番のこの裏切り男ですからね。はい、いやそれにしてもおっとまだ机がリング内に持ち込まれている。うわトップロープに佐々木が登っているぞ。ああ新井さんが危ない。冬木に捕まっている。冬木ああこれちょっとね誰か助けに行かないといけないですよ。ああそうああ今カメラと激突いった。新井さん大丈夫か。さあリング内では佐々木が今飛んだんですけれどもちょっと失敗したか。もう一度トライしていく、もう一度トライしていく。新井さん危ない。新井さんが失敗ですね。そして飛んだ。いやそれにしても新井さんが今馬乗りになられている冬木に。いやいいようにいいように破られているぞ。まあ強化されてるような感じですよ。もういやー甲が今助けに行きますよ。助けに行きます。ああ噛みついてる。もう大変なことになっています。いや新井さん逃げろ逃げろ。もうリングに上がったとはいえね仕事になってことはそうだという気持ちだとね。リングの中入ってるのがまだ安全かもしれませんね。新井さん頑張れ。新井さん頑張れ。うわーっと伊藤のこれね周りのお客さんも手渡してきた。お客さんも全員味方はしてるんですけど手渡せないですからね。いやー悲壮な表情を見せている新井翔一頑張れ。男気のこの二文字をなんとしてもこの満員のお客さんの前でね。いやだってね今日新井さんがもしもね見せてほしいですよ。もしものことあると FM デブルが今日なくなってしまうわけですから。危ない危ない。あー佐々木もやられている。あーちょっと腰もおぼつかない状況になってきた。新井社長頑張れ。あ中川なんとエプロンか。やめろ。あー手形だ。もうあーひどい。あまりにもひどい。あまりにもひどい光景が今目前からね繰り広げられてやるわけでありますよ。うわー甲子もやられた。甲子もやられた。甲子頑張っちゃいるんですよね。これやっぱりね面積には分が悪いですね圧倒的に。大仁田は興奮奮闘一人で先ほどから頑張っているんですが、それにしてもね新井さんやっとリング上ですが伊藤剛ものすごい蹴りを後頭部に。おー伊藤剛でもまだリング内の方が安心といえ安心ですね。お前はかつての部下だろうと私は大に声を大にして叫びたいわけであります。もう昔は給料をもらったんですよね。フォークだフォークだフォーク。うわーこのフォークだ。なんという技を今
まあ、伊藤剛もまあ敵ながら正直あのショート練習はしてきてますね。これねトータルイルミネーションまで出すとはね。これああ危ない危ない危なかった。今なんとか進んでるところで大仁田がカットに入るが、ああ逆に捕まってしまった。ああフォークの餌食に合うな大仁田が、フォークの餌食に合うな大仁田が、ああ危ない、うわ刺さった。これ誰か誰かって言う、ああ佐々木もある、ああ額にフォークがめり込んでいく。危ない、危ない、大仁田危ない。これちょっともうどうにかならないですかね。完全にノーリスペクトに占拠されてしまったこのリングライン。いやー最悪の忍び寄る不良機構の最悪のケースになってますね。何か言ってます、何か言ってます、挑発しているこの後に及んで、お前はまだそんな誰かなんとそんな日、いやー挑発行為を繰り返すのか。大仁田はこのままではおりませんからね。あーしかし死体は完全にバックに投に達し割られている。危ない危ない、今度はこれ新井さん、あよく見とけということですか。いやー公開処刑の状況になっている。まさに拷問だ。これもうノーリスペクト。ちょっとやっぱりね最初から差がありすぎましたね。ちょっとね非常なる攻撃を繰り返しているノーリスペクト。でもこのまま終わるとは思いませんけどね。なんとしてもこれね大仁田さんもねただの覚悟では今日来てないと思いますよ。リベンジしてくれなきゃこれ、もう収まりつきませんよこれ。大仁田さんは俺はここからだと思いますね。いやしかし中川の攻撃も強烈だ。やはりこれ狂気の使い方、圧倒的にノーリスペクトうまいですね。ノーリスペクトもまだダメージほとんどありませんからね。ほとんどありません。この伊藤剛もまだまだ元気だ。それに引き換え新井社長がボディスラムで叩きつけられ、うわ伊藤剛はトップローカー何をするんだ、なんだなんだ、あ合体で、あーあー危ない、ファンタスティックなんと、いや体重がバッチリ乗ってしまいましたよ。危ない危ない、新井社長もうマジックしたかこれは。うわうわうめき声が、今うめき声が私たちの耳まで聞こえてきました。いやもうねここであの会場の声でねもう耳割れそうですけどね。内臓破裂しますよこれ。これもうテレビの向こうの皆さんからの声も聞こえてきますねこれ。もう今これ、ね、レスラーの腹筋を強靭に鍛えてますからね。新井鍛えられるのに、新井さんは2週間しかねこれまだトレーニングしてないわけですから。やっぱ卓球以外のことやっときゃよかった。あまりにも凄惨な光景が今目前で繰り広げられようとしている。なあ誰か止められないのか、この流れはいかんともしがたいのか。いやただね新井さんも体がね特訓して少しごつくなってますからね。何かを神風を吹かぬか、ダメージはね吹かぬか、ダメージはね新井社長の虫の息、新井社一虫の息をよしここだけ復活した。あそして新井社長やった、やったー、すごい歓声、もう一人もう一人いて、うわっ新井翔一、いやしないで伊藤剛のケツを引っ叩いた伊藤剛、よしパワーボム新井社長、うわっとカウントく新井翔一が今しないを振り回して大立ち回りだ。いやしかし力尽きて今リング外、これ妨害だ、振り切って、いやそしてこれちょっとね、やっしゃー、わーチャンスですよ、これがチャンスだ。さあカウントの田中川、おーっとカウント2、チャンスチャンスチャンス、このチャンスを逃さないでほしい。冬木もが、冬木もダウンしています、冬木もダウンしています。さあ田中がチャンスだ、ぶこれは入ったか、これは入ったか、おーっと中川もしつこいな、これは中川もしつこい、冬木が復活してきた、時短だな、リアットだ、交互にも、うわそして大仁田に襲いかかっていく大仁田、いや冬木もしぶとい、冬木もしぶとい、それにしても今ペースをつかんでくれたんですけれどもね、次第でまた大仁田の傷をさらにこじ開けていこうというところ。そしてリング上には椅子がたくさん投げ込まれている、パイプ椅子が投げ込まれている。完全にまたノーリスペクトワンドに突入していくのか、
あーあー、邪道下道が一度今リング内に投げ入れた。危うし大仁田、危うし新井社長、大仁田さんも標的になってますからね。うわー、このブーイングが、このブーイングが届かないか。うーん、それにしても、やばい、いやー、あー、なんとも鈍いよ、音を立てて。しかしカウント2で返していく。これね、チームノーリスペクトはチームプレーがものすごいよくできてるんですよ。いや、それにしてもね、これあの、大仁田新井チームの方はもう分断されてますんでね、完全に完全にこれね、ペースつかめませんよ。うわー、うわー、マッチャーに助けに行け。おお、返した返した。新井さんは完全にエプロンでブロッキー状態だ。分断されすぎですよ。いやー、ポーゴもそして佐々木もブロッキー、大仁田が3人に捕まっている。いや、しかし、ね、4対1、あー、これはフィニッシュか。大仁田もうぶつなぎ、うわー、やばい感じ。新井、新井、でもこの大歓声、今新井翔一の耳届いたんでしょうか。しかしヒットガン伊藤のニックキー統合、うわー、なんとなんとこの、ちょっとまずい、まずい、まずい、うわー、ラリアット、やばい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 、うわー、すごい、新井翔一返した、飛びましたよ今伊藤ゴール、体が中に、うわー、よっしゃ、伊藤ゴー、1回転、さあ、大仁田、さあ、さあ、やばいや、ドラムだ、さあ、はい、今、大仁田、ああ、もう、ホール、新井社長が、ホール、カウント3、カウント3、カウント3、入った、新井翔一、勝った、新井翔一、スリーカウント奪った、やったー、いやー、驚いた。いやー、すごい試合でした。ものすごい歓声、ものすごい新井社長、男になった。それにしてもすごい試合、新井さん最後ボディープレス行きましたよ。ボディープレスですかね、ダイビング行きましたね。いやー、もう最後はちょっとどうなったかもね、興奮してよく分からなかったんですけれども、とにかくこれ、会場は完全に新井翔一ワールド一つになっているわけであります。会場今酸欠状態ですね、これも。うわー、もう超満員札止めの観客が、もう今心は一つ、やったぜ新井翔一、男になったこの新井翔一に握手を送っているわけであります。それにしてもザ・マーミロイ統合、今リング内大の字だ。いやー、それにしてもね、完全決着しました。私たちの心が今 FMW のこのマットに届きました。しかしちょっとね、今あーっと小坂も入ってるぞ。いやー、試合後ね、完全にグロッキーだった新井社長に今ノーリスペクトが襲いかかっていたんですが、おー、黒田もいる、黒田もいる、黒田は、あー、今ノーリスペクトに対して小坂がドロップキックをした。さあ、小坂もチケットに入ってくる。おお、これは黒田が今ね、これ樽蓋をされていて、おそらくノーリスペクトに連れてこられていたんですけどもね、どうやら黒田もこれ目が覚めたってましたか。後半ですね、これね。はい、ああ、危ない、新井社長が今、ああ、カレムラにパワーボムを食らおうというところ。止めろ、止めろ、止めろ、さあ、ポーが入っていた。止めろ、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 いやー、危ない。さあ、細かも助けに入った。おお、なんとか収まったが、体が黒字のまま動かない新井社長。男気のその二文字は、しかし今2150人のファンの心の中にしっかりと刻み込まれたわけであります。完全決着つきました、これ。いやー、もう大変なことになった。後楽園ホール、もうこの興奮は何でも止められないぞ。いやー、新井社長は男になった。いや、それにしてもまだ興奮冷めやらぬ後楽園ホール、心は一つになっているわけであります。いやー、新井翔一、レスラー最初で最後の日、見事スリーカウント勝利で飾るとは。杉崎さん、はい、いやー、今水をかぶっている新井さんのね、気持ち、一体どういう今気持ちで水をね、これ
勝利の美酒ですよ、これ。美味しいのかどうなのかわからないですけど、一体この、まあ、気持ちはいいと思いますよ。美酒の味は新井翔一、32年の人生にどういったものを刻み込んでいくんでしょうか。まあ、なんとか、なんとか無事みたいですね。あー、今もベルトン突き放った男の表情、この顔を今しかと心に焼き付けてほしい。燃え尽きた男、新井翔一。あー、今マイクを取った。すいません、今日はどうもありがとうございました。いやー、すごい歓声だ。FMW の名前はエディ・クベツじゃー。やった、新井翔一。今日はどうもありがとうございます。お前の考え方やろ、お前。はい、まっとうに生きるのもバカだな。宣言、ただいまより行われる試合は、選手権者、冬木行動、金目田幸宏組、挑戦者、邪道下道組とする FMW 認定世界ブラスナックルタッグ選手権試合、60分一本勝負であることをここに宣言する。平成10年8月22日、フロンティアマーシャルアーツレスリング株式会社代表取締役、新井翔一。さあ、なんとも不気味な静寂の中でスタートしました世界ブラスナックタッグ選手権試合。これはノーリスペクト同士の対戦ということになりましたが、さあ、邪道下道がこのチャンピオンニューフットロスに挑んでいく、このタイトルマッチであります。伊藤さん、伊藤さん、あれ、はい、ノーリスペクト対決とこういうことですけれどもね、伊藤さんちょっと上の空という感じですけどね、このね、完全にリングをノーリスペクトが占拠しているわけですけど、水着ボケですよ、水着ボケ。どうですか、おっと、おー、ゲドーがいい、ファイトを見せている。おっと、これはすごい、さすが、この当たりはテクニシャン、リード十分であります。おっと、これは邪道下道、当然これ選手権狙いに行ってますよ。おっと、これはうまくかわしていく。おーっと、強烈ラリアットクロスダイ。うわー、すごい、一回転、金村振り肌立ちますね。大丈夫でしょうか。うわーっと、これ危ない危ない、おーっと危ない、なんとかキックで返していく。これはかわした、おーっと、鈴木に保育さん行け。さあ、時短のラリアットだ。さあ、フェイク行動が、おーっと、スイープ、おー、すごい、スピンした、スピンした。そしてゲドーも、おーっと、スピンキックが外されて、あーっと、それはうまいゲドー。やはりここはタッグだ。やった、おーっと、グラスライかわした。おーっと、よっしゃ、おー、ラリアット、おー、おー、ユーチ、わー、いやー、見応えある攻防でありますが、この2人は怖いね、やっぱり素晴らしいですよ。こっちの人だったらもう今伸びてますよ、はい、あんだけ冬木さんがもう、さあ、そして冬木がニュートラルコーナーに飛ばされ、わーっと串出しラリアット、うわー、一発芸能もいった。おっと、スーパーパワーボムを、なんとなんと、いやー、親分にスーパーパワーボムを狙おうという、うわー、いった、これは危ない、冬木危ない、おー、冬木さんはね、逆の意味で本当に
今男の中の男ですよ、この団体で行けるひょっとしたら、はいね、一番まともなことを言ってたのかもしれないっていうようなね、部分もありますから、この人は、ね、一時は理不尽大王の名を欲しいままにしていたんですが、最近はですね、おーっと突き上がるか、理にかなったことを言うということで、だからあの荒井社長と揉めてても、はい、それがあんまり嫌味っていうか嫌な感じがしなかったのは、小池さんがある意味小池さん何の正論を言ってたからだと思うんですよね。なるほどなるほど。ちょっと今ね、全日本にね、冬季不安が急増中だと思うんですよ。おーっと、すごい鳥のダイビングボディープレスアブライ。いやいや、冬季危なかった。ものすごい冬季さんね、はい。おーっと、場外では、おーっと、ギャルの前で DDT! おーっと、いやー、危ない危ない、水着が濡れた、水着が水着が水着であります。いやいやちょっと、あー、迎撃ミサイル、これはひどい、いやー、わー、それにしてもこれは激しい、どうも一人で応戦、すごいことになってしまった。あーっと、この裏からなら切り返さされた、いやー、そしてこれはエルボーですかね、バックヤマスペシャルか、あるいはうわーっと、おお、リーダーわざと言ってるよ、リーダーわざと転げなんか言ったようなね気もしますけれども、さあリングチーをわーっと返した、裏からだな、おーっとカウント2、ちょっとわーっとこのラリアット返していく、さあクワーラリアット、これは強烈、いい試合やった、いい試合やった、素晴らしかったね、素晴らしい試合やった、これからもっと面白いのを見せてくれる、伊藤剛が今、もう伊藤剛が今に行くと、素晴らしい試合でしたね、お、今何か、お、伊藤剛が新井社長のところに何か言ってますよ、いやー、それでもノーリス、おーおーおー、あれ、ちょっと待ってください、ちょっと待って、おー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 、それなんか、おー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 メイン、メインの、おー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 なんと、おーおーおーなんと、なんと、おーおーおー、伊藤剛が、おー、新井さん大丈夫か、新井さんちょっと、あーと、伊藤が今、さあ今、伊藤剛がなんと、ということメイクコラッチ、あーっと新井さん、今私の目の前で、杉さん、新井社長、あーっとメイクコラッチ、姿は今もうない、あーっと新井さん、大丈夫ですか、あーっと、ひどいこと、ひどいわーっと、杉さん、健太郎も、あーっと、なんということ、あー、じゃあ、杉さん、大丈夫ですか、FMW を愛し共に守り続けてきたハヤブサと中川の間にこの日
亀裂が入った。みんな FM 食べる潰さんだから渡れ。おーい、おやぁ、大仁田と同じ言葉を発し続けるハヤブサたちに中川は激怒、愛想を尽かし姿を消した。失踪していた中川が再び姿を現したのは、大仁田が当時前のメンバーだった雁之助、金村、非道に裏切られ窮地に陥った時だった。本当にあなた FM通り潰せるんですか。無理無理、 FM 通り好きでしょ。当時瞑想の中にいた大仁田を諭し、再び FMW のライバルとして前を立て直した中川は大仁田と合体、前の一員となった。前へ入団して FMW を離れた中川は、それまでのサポーター的ファイトを一新、積極的に前に出る姿勢を見せ、この移籍は成功したかのように思えた。しかし3月に入り左肩を負傷してから急速に勢いが落ち、前を目の敵にするノーリスペクトの格好の的となってしまう。これが引き金となり、前は崩壊への坂道を転げ落ちることとなった。前が亡くなり大仁田が生き残りをかけたこの試合で、ここまでに至る全ての答えが明かされる。なんと中川はノーリスペクトとグルだったのだ。さらに左肩の怪我も嘘だった。ミスターライアーの上手を言った中川の行動だが、一体何が中川をこうさせたのだろうか。すべての根回しは3月、ここにいる中川コーチがすべて策を預けた。3月か今までの FMW の流れを見てみろ。思惑通りじゃねえか。解散を反考えてるの中川コーチだから。大仁田に解散かけて戦えばどうっても中川だから。前が何をやってきたかって言ったら何もないでしょ。それが答えでしょ。あいつは言ってやることとやってることが違うんだよ。大仁田は大仁田の下についてて感じたことと、ボスを見た時の解放感、それが中川が話をこっちに持ってきた第一の根拠だよ。前を離れた中川の矛先は FMW にも向けられた。この男にはもはや昔の仲間への干渉やFMW への愛着は消えていた。いやもうそれはもう前に行った時からやる時はやる、それは変わってない。ただ前ではそれができなかった。ノーリスペクトと合体し人が変わったかのような中川は、ザ・シークバリのフォーク攻撃で次々に相手を血の海に沈める。この日もハヤブサを相手に残虐ファイトの数々を披露し、ハヤブサの顔面を赤く染めた。数々の暴挙とこのマイクアピールに温厚なハヤブサが狂乱した。どうなるもこうなるもねえだろうが、
毎回毎回あんなんで、ああ、まともに試合やる気ねえのかあいつら。ここまでハヤブサを怒らせたノーリスペクトの面々は涼しい顔でこう言い放った。あ、泣き虫のハヤブサがダークサイドとかなんだか知んないけどね、本気になったでしょ。誰のおかげ。それはあいつの中に隠されてるね、もう一つの顔を出させてやるよ今回は。あいつも綺麗事ばかり言ってる人間の本性、俺らやってることは本性だから。あいつはまだね、隠してるものがあるんだよ。てかそういうのを見透かさないといけないんだ。こっちは出せるもんなら出してみろ。ハヤブサの極限の怒りが生んだ闇からの使者、ダークサイドハヤブサ。内面から湧き出る怨念を武器に、この後スタジオに戦慄を走らせる。ハヤブサ、化けの皮剥がしてやる。泣け。あいつらに一言だけ伝えておいてください。そっちがどうしてもそういうやり方するんだったら、こっちになって、こっちにだけやり方があるっていうことを、それだけ伝えておいてください。Gentlemen, here is professional wrestling's greatest backstabber. Watch out for the man they call Mr. Double Cross, Koji Nakagawa! Tonight, Mr. Koji Nakagawa beat him up, son of a bitch.
さあいよいよスタジオマッチ夏色のナンシー、いよいよメインイベントになります。ついにダークサイドハヤブサが初のこのリングでの登場ということになりました。ついにその全貌が今日明らかになるわけであります。まさにハヤブサが悪を覚醒したと言ってもいいでしょう、杉下さん。はい、まあ、なんともこの不気味な雰囲気に包まれた今日のこのメインイベントなんですけれども、さあ中川も何やらちょっと不気味な登場の仕方をしましたが、まあ杉下さん実は先ほど邪道に蹴られたですね、頭がちょっと今まだ大丈夫ですか。ちょっと頭がしびれてるんですよ。そうですか、本当にひどい。まあでもちょっとこの試合はしっかりと見逃せないですよね。はい、悪を覚醒したこのハヤブサダークサイド、一体どういったファイトを繰り広げてくれるんでしょうか。一方はまさにダブルクロス、まあ今マット界で最も卑劣な男のレッテルを貼られている男ですけれども、うん、まあ、ものすごく不気味な試合の立ち上がりですよね。はい、まあ異常なまでにこの静かな静けさの中からのスタートとなりました。さあ来るな、おっとストマックにまずは中川浩二、ナックルパート、まあ、しかしなんかちょっとパンチですかね。はい、ちょっとハヤブサいつもと違いますよ、これどう見てもやられてちょっと笑ってるように見えないですかね。そうですね、先日の後楽園ホールで、まあ、イミジクも杉作さんがですね試合後にそのところに、まあ、インタビューに行ったところですね、あの表情、それと同じですよ。あの時のハヤブサの表情、完全にこれ目が、ね、いわゆるその覚醒した顔といいましょうか。そうですよね、まさに今その表情、頭に唾が入ってますけど、はい、鬼の目みたいな目してますもんね。ちょっと不気味な感じがします。ここまではどうでしょう、まだやられているダークサイドハヤブサ、やられてても全くこのなんか不敵な雰囲気ですなんかこれやられてるっていうよりも、うん、なんかやられてるっていうのとちょっと意味合い違うような感じですね。あえてここは攻めないですね。なんかちょっと不気味すぎて。ここはしかし、おっと、あーっと中川浩二が何やら口にくわえているのがフォークか。おっと、あ、レフリーの、あ、レフリーはどこに、おっと、おっと、ここはかわしていく、かわしていく、うわー、今何をしましたか。うわー、口から血が出てる、口から出ました。あ、今フォークを口から、なんか己の口の中からですね、フォークで突き刺して、あーっとー、脳天勝ちはつかり、いやー、なんという光景でしょうか。恐ろしい光景が今目前から繰り広げられているわけであります。いやちょっとですね、スタジオのお客さんもあっきり取られているような状況、これがダークサイド、悪の覚醒なんでしょうか。いやー、それにしたーっと額がざっくり割れている中川浩二、これはしかし己が持ってきたね、フォークで逆に額を、自らの額をかち割ってしまった。いやー、恐るべしダークサイドハヤブサの狂気攻撃、うわー、これはね、従来のハヤブサファンとしてもこれちょっと複雑な思いでこの試合は見ざるを得ないということでしょうか。いやー、ハヤブサそこまでうわっと悪のファイトを繰り広げられる、うわっと、この見事へフェイスクラッシャー、それにしてもこれフォーク離しませんね、フォーク、うわーっと、素敵な襟から顔面を何ということをするんだ、恐ろしい悪のハヤブサ、いやー、ちょっと鳥肌が立ってきましたよ。レフリーはね、怖くて言えないですよ。いや、それ、あ、血を舐めているんですか。
完全に狂気と化しています。あっと真っ赤な、完全に狂気と化しています。さっきまでなんかこう爽やかな、ね、夏の太陽のビーチサイドっていう感じだったんですけど、いや突然のスコールでですね、様相は一変しましたよ。もう今ちょっとこれ、今刺さりましたよ何か、側頭部に。いや中川これはもう、はやぶさ笑っています。まさに人間の狂気、完全に状況しています。はやぶさですよ、紛れもない、紛れもない、これははやぶさなんでありますが、うわーっとまた血を舐めている。中川のおびただしい流血、これはさすがにこの裏切りの緊張は大きかったか。おっと急所蹴り、全ての反則的な攻撃を俺がその気になれば全く受け付けないっていうことなんじゃないですか。そういうことですよね。そういうことですよ。何かどうでしょう、こう、むしろはやぶさの中の怒りがですね、まあこういう言い方をしちゃいけないんですけれども、完全に本性と言いましょうか、完全にこの真相の中にですね、心の奥底に眠っていたものがですね、今明らかにこの表面に表立って出て顔を覗かしているような、この人間の何か奥深さみたいなものを感じますね。ただ前回のね、そのおかしくなった試合の時に不安のストレスは溜まったと思うんですけど、はい、果たしてこういう話ですかね、不安が見たかったかどうかっていうのは、これは別問題ですよね。そうですね、まあ、これはちょっと、これはちょっとひどすぎる。うわーっと、おーっとレフリーに手を出すようなハヤブサ初めて見ましたが、あっという間に何か、また見ましたよ。いやー、あの華麗な空中殺法をね見せるあのフェニックスハヤブサとは全く違う様子を呈している。おっとこちら放送的に黙った方がいいんだから、黙ってろ。おっと早っ、黙ってないと。ちょっと完全に人が変わってしまいましたね。わっとまた方向撃、これがだからね、みんなが望んだというか、そういう解決の方なのかというね。そうですね、ただそこまで早見さんを追い込んでしまったのはチームのリスペクトということなんでしょうね、はい、そういうことになりますね。でも、ハヤブサが本当ね、なんかね、鬼に見えるんですよ、あの角がね、鬼そのものですよね。さあ、その机に寝かせる。うわっ、うわっ、捕らえました。これ、なんですか、なんですか、なんですか、これは危ないぞ。うわー、なんとすごいことになっていますが、信じられますか。わー、今の戦闘音ですかね、もう一発は。今ね、はやぶさが危ないですよ、これは。うわ、一発目あれ。そうですよね。それですぐ起き上がってきたんですよ。机真っ二つ。今ね、おそらくね、はやぶさの肉体から痛みを感知するものが消えてますね。まさにこれ、はやぶさは今ね、いわゆる覚醒ですね、本当にね。痛みを感じてない、神経を麻痺させてしまう、この。今おかしいですもん。全く別人と化している。まだ笑っています、まだ笑っています。いわゆるノーリスペクトの連中に睨まれるのよりよっぽど、いや、それはそうですよ。あーあーあーうわ、ちょっと、おい、やめろー。うわーっと、この机のあのギザギザのところで、ちょっとレフリーももうちょっと怖くてね、停止できないですね。うわー、ぐったりと今顔面に机が刺さりました。うわー、机に血が出てますよ。15分経過。うわー、机に中川の血が、あーっと、もうすごいことになってしまった。おっと、レフリーに手を出した。
もう一体、おっと、早山さんが